はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、今原宿駅に来てます。で、今日何しに来たかというと、今日こちらでですね、 BMW の XM の展示があるのでちょっと見に来ました。今日はその模様をお送りしたいと思います。アベモータース。はい、それでは早速中を見ていきましょう。こちらはですね、3月4日から4月4日まで入場無料でやっております。入ると M1 が止まっております。先日私も見たのとは違う M1 ですね。 XM は M1 にすごい近いというか、 M1 を意識している車です。それでですね、この奥に XN が止まってます。私も初めてです。すごい、この音とかの作りもすごいこだわってますね。すごい、もう M のありました。 XM めちゃくちゃかっこいい。すごい、カラーがケープヨークグリーンですね。そしてゴールドのグリルフレームで、こちらが光るんですね、この LED が。そしてラグジュアリー専用フェイスに変わってますね。大きいな。ボンネットの形状は IX に近いですね。そしてホイールは標準23インチのホイールになってます。こちらは V8 の PHEV モデルになっています。そしてこちら初のですね、ワンモデルワンプライスとするっていう価格になっています。そして BMW M 初の M 専用 SAV となってます。もうすごい海外でも注目されてる車ですね。あ、このバンドも太いバンドですね。で、ここがドアハンドル、不思議な形してるのがすごい M の。そしてここもプリズム意識してる。そして中もすっごい高級感のあるレザーですね。その辺りに、そして標準でバウバーズ・ウィルキンソンが入ってます。ちょっと乗り込みましょう。よいしょ。シートはかなり深く座り込めますね。そしてヘッドレストつながってます。いや、なんか今までのレザーとちょっと IX とは違うのかな、なんとなく違うような感じがします。新しいカラーもあるかもしれないですね。で、この辺りはカーボンでできてます。すごいな、ここイルミネーション、ここも光りますね。ここもカーボンですね。これは日本仕様になってるのかな、気になりますよね、このインパネ。あ、でも日本語だ。あ、日本語あるから日本語ですよね。マップとかどうなってるんですか。あ、なるほど。使えないですね、マップは。そして助手席側のこの M パネル、この辺りもすごいかっこいいですね。そしてコンソール、こちらは C タイプが1個ですね。
そして見たことない M ハイブリッドっていうボタンがありますね。なんだこれ、すごい。まあ、M モデルなんでこのボタンがついてますね。ちょっと後ろのシート行きましょう。後ろの席来ました。 iX と同じぐらいの広さかなと思いますね。そして注目されているこれプリズムのルーフライニング、ここが3色に変えられるみたいですね。この色すごい立体感がある。でこのヘッドレストの裏にタイプ C ありますね。そしてなんか腰当てがあります。こちらはドリンクホルダー、深いドリンク、すごい深いドリンクホルダーがありますね。ちょっとテール見ましょうか。これがリアです。あ、すごいブラックなんですね、光ってない時。それでここもM1 のルーバーを意識しているデザインみたいです。そしてリアのここのレーザー彫刻のエンブレム両方あるんです。こことここに、これも M1 を意識しています。大きいですねエンブレム。ゴールドとピアノブラックっていうのもまたかっこいいですね。そして後ろの気になっていたツインのテールパイプ、かっこいいな。これトランクはどうやって開けるんですかね。おお、開くわ。テールゲートはだいぶ開く、だいぶ高いですよね。そしてなんかバッグが乗ってます。中の奥が結構広いですね。トランクこのサイズを置いても全然余裕だな。これちょっと低い天井だと当たりますね。ちょっと横から見てみましょうか。これサイドですね。いやかっこいいな。このゴールドの バンドもね、これ M1 の横から見たこのガラスの形とかもですね、すごい似てるんですよ形が。これは市場に乗ってみたいですね。そして大きい BMW のロゴになってますね、ここで。ホイールもなんか削り出しみたいになってる。そしてブラックのキャリパーがついてます。続いてエンジンルーム見ていきましょう。ちょっと今聞いたんですけど、新しい X7 と同じ型の新しい V8 4.4 リッターエンジンのようです。ただ今 BMW のモデルの中ではもう最速、最強、一番速い車です。そして中のタブレットでメルマガ登録するとこちらの M のステッカーをもらえます。その他あの専用のカタログなども、いただけますので、ぜひメルマガ登録してください。